七島近海地震で7.4あるいは7.8、MW で7.3から7.4と推定される。MJ7.8 という規模は、周辺の深さ 0km200km で起きた地震としては1923年以降で最も規模が大きい。東京都小笠原村で最大震度4を観測したほか、岩手県と関東地方から沖縄地方にかけて津波を観測した。 この地震の発信機構は、西北西から東南東走行で北東南西方向に、張力軸を持つ右横ずれ成分含む、西断層型で、伊豆、小笠原海溝,海溝海溝軸東側の太平洋、プレート内部で発生した海洋プレート内地震である。地震の揺れから求める MJ は7.8であり、気象庁による CMT 解析の MW は7.3。 音痴実体波解析の MW は7.4と、気象庁マグニチュードよりも小さかった。アメリカ地質調査所による W フェーズ解析の MW は7.3、CMT 解析の MW は7.4であった。また、GPS 観測の結果、この地震によって、父島で西南に 1.4cm、母島で西南に 1.7cm の地殻変動が観測された。 この地震の信号付近は地震活動が活発で、伊豆・小笠原海溝の東側では南北方向北東南西方向に張力軸を持つ方、伊豆・小笠原海溝の西側では東西方向に圧縮軸を持つ逆断層型の地震が多く発生している。震度2以上を観測した地点は次の通り。 小笠原村で震度4以上を観測したのは2001年9月13日に父島近海で発生した地震で震度4を観測して以来のことであった。地震発生8分後の12月22日2時28分に気象庁は津波警報を小笠原諸島に津波注意報を伊豆諸島、静岡県、愛知県外目、三重県南部、和歌山県、徳島県、 高知県、宮崎県、種子島、薬島、地方、奄美諸島、トカラ列島に発表し、地震発生5時間後の7時20分までに、すべての津波警報、注意報を解除した。八丈島八十ンで0.5メートル、七島で22センチメートルの津波を観測したほか、東北地方の一部、関東地方南部から、 沖縄地方にかけての太平洋沿岸でも4センチメートルから1 5センチメートルの津波が観測された。津波が予想よりも低かった理由は、モーメントマグニチュードが小さかったためだと考えられている。ありがとうございます。